さあ、それでは皆様お待たせいたしました。最後の報告書スタートしていきます。まず照明を消すカウントダウンからいきますよ。皆様ぜひご参加ください。5秒前からいきます。5秒前、4、3、2、1、ゴー。暗闇の世界はいかがでしょうか。それではグラウンドからおよそ65メートルの高さにあります、天井中央部をご覧ください。スカイロールオープン。スカイロールの数は全部で144枚です。どうぞご期待ください。寝そべってる方が大半ですかね。明かりの出るものを使いながらお楽しみのようで何よりです。最後の最後までぜひ楽しんでみてください。さて、今日は名古屋ドームトリビア、ちょっとご紹介してまいりましょう。皆さんが今寝そべっていらっしゃる人工芝は5代目の人工芝です。ご存知だったでしょうか。名古屋周辺だけでなく北海道、東京、福岡など全国各地から職人、作業員が集結し、総勢40人近くでなんと15日間もかけて人工芝は作られたのです。実感いただけますか。なかなか壮大ですよね。今シーズンから人工芝が5代目に切り替わっています。今皆さんがいらっしゃるのがその芝です。そしてそして名古屋ドームといえばベースボール名物、彼女たちの存在も欠かせます。ぜひ近くにいるかもしれません。後ほど軽くお声をかけていただければ幸いです。背番号1はマリーさん。ちょっとマニアックなモノマネが飛びます。背番号2はアル。趣味はスノボ。背番号3モモカ。特技はテスト前日ギリギリまで勉強しなくても焦らない。意味名です。背番号4みゆか。特技は走り幅跳びと水泳。そして背番号5うら。水泳とバレーボールが得意な女の子です。いつもゲームの進行のお手伝いをしてくれているベースボールメイツをご紹介させていただきました。さあ、ここからは模様のヒントとなる曲を3曲お届けしていきます。まず1曲目、大ヒットしたあの曲ですよ。松たか子、ありのまま。今皆さんのありのままの姿が一番のビジョンに映し出されています。大ヒットした映画がございましたね。タイトル思い出してください。何と雪の女王でした。なんだっけな。ヒント1曲目は松たか子、ありのままでした。さあ、そして2曲目です。11ドラゴンズ背番号3高橋周平選手の登場曲としてもおなじみ、スーパーフライ。スーパーフライ
入れてきます。今日の皆さんの応援も美しかったです。最高の応援ありがとうございました。スーパーブラー、どこか遠くに飛んでいきたいですね。沖縄とか行きたいですよね。宮古島とか行きたいですよね。行かれたことない方、おすすめです。さあ、今日の3曲目 AKB48365 日の3曲ここまでおかけしています。お分かりでしょうか。ほにゃならと雪の城のそばは365日の神。そうです、ほぼほぼもう出来上がりましたね。本日のゲームスポンサーさんは ANA さんでした。ということもございまして、今日のスカイロールオープンショー模様がこれで完成しました。 ANA 航空機です。皆さんいかがだったでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。 ANA さんのキャッチコピー、ハローブルー、ハローフューチャードラゴンストーン、何らかの形でいい感じでミックスされている気がいたします。ぜひ皆さんも ANA の旅客機で沖縄離島を目指してみてはいかがでしょうか。今日のスカイロードオープンショーは飛行機でした。お楽しみいただけたのでありますか。以上をもちましてグランドウォーカーのスカイロールオープンショーを終了とさせていただきます。お帰りの際はスタンド入り口に一旦お戻りいただき、係員の案内ゲートからお願いいたします。次回ゲームは16日祝日月曜日、広島東洋カープ戦となります。皆様お誘いと忘れて野球観戦快適空間、ここ名古屋ドームにぜひまたお越しください。今日は良いパフォーマンスもありました。グランドウォーク、スカイロードオープンショーもございました。お楽しみいただけたでしょうか。そしてドラゴンズの連勝、皆さん最高の応援ありがとうございました。ご案内役は魂込めてゴロゴロコール、ドラゴンズナビゲーターの長谷川匠でした。皆様本当にありがとうございました。